皆様こんにちは、ミニマリストリーです。皆様におかれましては日々生活頑張っていらっしゃると思います。家をすっきりさせたいという思いで置きっぱなしになっているものがあったらすぐに片付けて、不要なものがあったらさっと手放す、そんな努力をして普段すごく頑張っているのに、ふと油断した隙にあっという間にごちゃごちゃの吹き溜まりができていたということありませんか？そして仕事も家事も勉強もやる気が出なくて困っている方、いつも気持ちがよどんでしまっている方、それは家に不用品が多くて片付いていないことも大きな原因だったりします。家がすっきりしていれば心も軽くなってポジティブな気持ちになれます。このチャンネルは物が多くて家が片付かなくて困っている方に向けたチャンネルです。物を上手に手放して家をすっきりさせるためのお話をいろいろしております。チャンネル登録していただいたりコメントをいただけたら嬉しいです。今日は捨てるが最強というお話をしたいと思います。家のごちゃごちゃの原因になっている使っていないもの、それ全部捨ててください。普段使っていないものをどこにどうやってしまい込もうかを考えるより捨てましょう。捨て活をしてすっきりした後の部屋とか家を想像してみてください。すごく気分がいいですよね。ああ、これがなかったらもっと場所が広くなるのにと思ったらチャンスです。捨てたい時が捨て時なんです。では上手に確実に捨てるための秘訣10選、早速始めましょう。1、捨てたい時が捨て時。忙しかったり油断していると不思議なことに家の中にじわじわと不用品が溜まってきますよね。今まさにうちがその状態でした。気をつけていないとすっきりした環境はすぐに崩れてくるのが本当に不思議です。またがなければ歩けない通り道とか、物がぎゅうぎゅうの引き出しや棚、床や平面に置きっぱなしのものとか、細かいものが直接床に置いてあるから拭き掃除もできないし、ほこりを払うこともできないんですよね。床にずっと置きっぱなしで家の風景になってしまっているのも嫌です。そして今の季節、無駄に置いてある不要な荷物の隙間はあの虫の隠れ家になってしまいます。夏場はそれが怖いですよね。それを考えるだけで不要なものは捨てようって強く決心してしまいます。先日娘が自分の部屋の捨て活をしていらないものを廊下に出していました。それは素晴らしいことで、よくやったねって思いました。全部不要品ということだったので、私はそれをすぐに家の外に出したかったんですが、旦那さんがそれを見つけて捨てるのはもったいないという議論になって、そのままずっと廊下に置いたままになっていたんですが、それがすごく嫌だったんです。旦那さんの意見では、もし誰か欲しい人がいたらあげるかもしれないし、一つ一つ見ていったらいつか何かに使えるものもあるかもしれない、だから取っておこうということなんですが、もし何々したらいつか何々かもしれないというのは捨て活では厳禁なんですね。もし直したらいつか使うかもしれない、もし親戚に子供が生まれたらあげるかもしれないのように、決して間違った意見ではありませんが、壊れているけど今直していないものは今後も使わないだろうし、親戚に子供が生まれるのは一体何十年後っていう感じですよね。そんなに古いものをもらっても嬉しくないです。なのでやっぱり捨てるのがベストなんです。そうこうしているうちに、娘の不用品が置かれた一角はあっという間に不用品置き場のようになってしまいました。ゴミはゴミを呼ぶんですね。いつか使うかもしれない段ボール箱とか、直したら使うかもしれない壊れた家電とかの不用品置き場と化してしまっていました。家電の修理は意外と高いから新しく買った方がいいよねという話になったんですが、でも捨てるのはもったいないし、もしかしたら簡単に治るかもしれないと
ずっと捨てずにいるものです。捨てない、修理にも出さない、自分で直せるかもしれないからいつか自分で直そうとずっと取ってある状態なんです。こういったものを思い切って捨てる覚悟が必要なんですが、もう置いておきたくないと思ったタイミングが捨て時です。でも私も人のことは言えません。フレームが割れて壊れたサングラスをずっと捨てられずにいて、いつか直そうと思いつつ放置していました。一念発起して直して使おうと思ったんですが、いざ接着剤をつけてフレームをくっつけようとしても微妙に隙間が空くし、見た目も良くないし、よく見るとわかるんですね、くっつけたのが。そして破損した部分が肌に直接当たったら痛そうです。なので手放すことにしました。2、捨てるタイミング。手放そうと思ったその瞬間にゴミ箱に入れることが大事です。そこでまたいつか捨てようと元の場所に戻すと、またこれから何年もそこにあり続けるでしょう。いつ捨てるの？今でしょ？ということになります。家の外に出すまでが捨て活です。なんでいつまでも取っておいたんだろうって自分でも不思議に思うものって本当にたくさんあります。捨て活の時にいつも思います。思い立った時にすぐに手放す、それが一番です。捨て活をする時は通常は冷静に落ち着いて淡々と手放すことが大事です。そうしないと必要なものまで間違えて手放してしまうからです。でも時にはもうこの環境は嫌、汚すぎる、我慢できない、全部捨てると思い切って行動することも必要なんですね。それは例えば不要だと分かっているのにずっと取ってあるもの、もったいないから、高かったからずっと家にあるけどでも使っていないもの、こういったものは多少怒り気味で思い切って手放した方がいい場合もあります。使っていないけど取ってあるものが邪魔な状態でずっと家にあると、見るたびに嫌になって精神衛生上も良くありません。やる気も出ないし、仕事の効率も下がるし、家の状態をどうにかしなくちゃといつまでも気になって仕事にも集中できなかったりします。ごちゃごちゃな環境は視界に入ってくるだけでじわじわと精神に負担をかけているんですね。3、今捨てる。不要なもの、それは捨てないと解決できません。場所があるからといって奥にしまっておいても将来いつかは捨てることになります。引っ越す時なのか、生活環境が変わる時なのか、いつかは捨てる時が来ます。それならば今からもう手放してしまって快適な環境で暮らす方がいいと思っています。不要なものは住んでいる空間の負担になって場所を取り続けるだけです。それがあるから気持ちと場所の負担になっています。物がぎゅうぎゅうで埃だらけになっているのが当たり前の生活から抜け出すことが大事です。不要なものは捨てるのが一番の解決策です。4、不要なものはしまわない。不要なものをしまい直しても、横のものを縦にして、縦のものを横にして、隙間を作ってそこにぎゅうぎゅうに詰め込むことになります。でも何かを探すときはまたそのぎゅうぎゅうを崩して探して、そして元に戻せなくて置ききれないものが床に置きっぱなしで、年月が過ぎてという繰り返しになっちゃうんですね。不要なものをぎっしり収納すると一見すっきりしたように見えますが、結局は散らかりの原因になるんです。5、ラベルをつける。どうしても捨てられない、将来絶対きっといつか使う、そう思っているものをどうしてもしまっておきたい場合はラベルをつけましょう。物が入っている箱や引き出しにシールに手書きでもいいので、中に何が入っているかを箇条書きにするんです。何が入っているかは自分で分かっているからラベルなんてつけなくていいよと思うかもしれませんが、1年経ち2年経つうちにどこに何が入っているかは
忘れてしまいます。家の中に何が入っているのか不明な段ボールはありませんか？開けてみたら不要品でいっぱいということは結構ありがちです。そして段ボール箱に入れるのはやめて、できれば透明な収納ボックスを使って何が入っているかのラベルをつけるんですね。ラベルを書くという作業をしているうちに、果たしてこれは取っておく意味はあるの？と自問自答できるのもいい点です。中に何が入っているかラベルを書いて貼りながら、例えば余っているタッパー、着ていない夏物のような字を書いているうちに、それならもう捨ててもいいんじゃないかなと自分で気づくことができるんですね。6、使うものは見えるところに置く。本当にすっきりした環境にしたいのであれば、平面や見えるところには物を置かないのがベストですが、生活をしているとなかなかそういうわけにはいかないですよね。その場合は本当に毎日使うもの、すぐに取り出したいものだけを見える場所、すぐに手が届く場所に出しておくというのがおすすめです。よく使うものはしまってしまうと毎回取り出すのが面倒なので、私もそうしています。よく使うものだけを自分の身の回りや見えるところに置く。その代わり日常ほとんど使わないものは引き出しや見えない場所にしまっておいて、何年も使っていないなら手放すというのがスッキリの秘訣です。7、ターゲットを決める。私の今回の捨て活の目標は廊下に何も置かないようにするでした。とにかく廊下に置いてあるものを全部撤去して、またがなくても歩ける、足がぶつからなくても歩けるということを目標にしました。家中を一気にやろうとしてはいけません。小さな空間、限られた場所を完全に片付けることで次への自信が生まれるんですね。できた、綺麗になった、すっきりした、嬉しいという気持ちが大事です。そして目標の場所の捨て活を完了したら、自分すごいと褒めてあげましょう。さて次はどこの捨て活をしようかなと楽しみになります。今回廊下に集中して捨て活をしたおかげで、我が家の廊下はすっきりしました。不要品が山積みになっている時は気持ちもモヤモヤして、やる気が出なくて仕事にも集中できなくて、かといって廊下に積み上がった不要品を片付ける気力もなくて停滞した気分だったんですが、生活をしたら気分すっきり、やる気も出て、また頑張っていこうという気持ちになっています。8、イベント後は要注意。友達を家に招いたり、海に行ったり、旅行に行ったりした後は要注意です。その後しばらく忙しくて整理整頓や捨て活ができないとき、そこから家のごちゃごちゃが始まったりします。このところ我が家ではいろいろイベントごとが続いていて、そのせいで家がごちゃごちゃになってきたんだと思います。忙しいからその辺に置いてしまったり、出かけた時の荷物がそのまま置いてあったり、本来の置き場所が他のもので塞がっているから床に置き始めたりするのが原因のようです。イベント後は忙しさから抜け出たら、なるべく早い段階で時間を確保して通常モードの家にすることをおすすめします。9、説明書やマニュアル。説明書やマニュアルは捨て活をしていると必ず出てきますよね。冷静な時は捨てようかな、いやいやいつかきっと必要になるかもと思って、後でまた考えようと取っておこうとしてしまいますが、あまりにもごちゃごちゃが過ぎて怒りモードの時、これはきっともう読まない、捨てようと思った時がチャンスです。契約書や経理上の書類は捨ててはいけませんが、説明書やマニュアルは今はネットからダウンロードすることもできるので、大抵は捨てても大丈夫です。10、確実に捨てるコツ。捨てると決めたものは一時的に床に置いたり別の場所に置いたりしないで、すぐに
ゴミ袋に捨てましょう。そして可能であればすぐにゴミ出ししましょう。家の外に出すんです。一旦床に置いたり箱に入れたりするとやっぱり捨てるのをやめようかなと心が揺らいだりするからです。また寄付すると決めたものも思い立った時にビニール袋や袋にすぐに入れて車にさっと積み込んでしまったり、玄関まで持って行って翌朝には家の外に出せる準備をしましょう。例えば服の場合とか、着るかもしれないし着ないかもしれないしどうしようと判断が難しいものは保留ボックスに入れて一時的に検討するのはありですが、ゴミは保留しないですぐに家の外に出しましょう。さて、捨てるが最強、やる気が出ない捨てましょう、楽しんでいただけましたでしょうか。ぜひ参考にしていただければと思います。これが捨てられない、どうやったら捨てられる、これを捨てたらやる気が出たといった疑問やご意見がありましたら、ぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方はぜひこのチャンネルの他の動画も見てモチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。